Okay. え、こうか。よいしょ。ちょっと待って。届かない。届かない？大丈夫ね。Okay. Wow. あれ、帽子かぶって大丈夫？大丈夫だと思う。かぶってきた方が良かったと思う。そうだよね。雨だから。これ貸してあげる？あ、大丈夫。いや、私帽子かぶってるから。はい。うん。紐。大丈夫？これ。大丈夫。うん、おお。すごーい。これ結構揺れるのね。うん、腹筋が。本当自分たちもよいしょだよね。あ、そっち行くの？ああ。よっ。ちょっと前の方に後ろにずれ、後ろにずれて後ろから落ちてっちゃう。天気やで。すごい、ちなんか鹿とかいる。あ、本当だ。ね。Bapak, gajahnya umurnya berapa?30歳。すごくない？30歳だよ。すごいね。またふっちゃん。てか、父さん。ふっちゃんも猿じゃない？結構。すごい。父さん、どこにも捕まってないけど、すごいよ。さん、あの、かかとと同じぐらい。うん、これ絶対子供大変だって。絶対大変だわ。こんな揺れるんだね。うん、これなんか人がいるよ。筋肉痛になりそう。あれ人じゃないし、オブジェだよね。すごい。こんな。あ、島。嫌いなんだろ。シンプルって何？先ほどもマンスターだね。てかご飯食べてるよ。ね、ご飯食べてる。シマウマとかの横を通っていくの？ちょっと。belum dapat apa kehujanan nih。やべえ。雨。あ、これホテル？ああ、そうだそうだ。あっちに人いるもん。ね。うん。うん。すごい食べてる。あげてるんだね。うん。餌をここに置いてあるんだ。ね。うわー、シマウマ。すごい。すごい。こんな近くでシマウマ見たの初めて。ね、なんかこう邪魔したりとかしないのかな。ゾウも歩く。絶対この人たちここでご飯食べさせて見せようとしてるよね。ね。これなんかあの人すごい痩せてる。模様が出てくるんだろう。これ十時で正解だった ね。分かんない。夕方だったらピーカンテレビいい天気になるかもよ。だってあっちの方は晴れてるもん。うん。青空だし。なんか
平地を歩くと慣れてきたね。ね。うん。みんなここで頑張った。さあ、休憩。え？え？え？ね？たまにやってないと。今こういう場合はね。え？じゃあ、じゃあ、じゃあ、これにね、ちょっと遊んでくるね。すごーい。あ、いっちゃうの？どう？どう？落ちてっちゃうんじゃない？近い近い。ぶつかってる。手放しだよ。お父さん。やだ、キリンがいる。あ、ほんとすごい。あんな近くにキリンがいる。すごい、あそこ通るんだよね。多分。いやー、あ、でも一応なんか柵みたいなのがある。うん。でもその向こう側で子供が遊んでるって。どういうことだろう。あ、ここすごいな。いいね、ここ。うん。見ながら寝れる。キリンはずっとあそこにいるのかな。すごいね、こっち側にみんな窓があるってことは、うん、見てるの、おじさん。ここにサイもいた。え、ほら、あれサイでしょ。サイで、うん、猿かと思う。過剰に反応しちゃった。猿と犬がいたら困っちゃう。うん、カメラ、うん、あ、あそこでカメラ。あんな遠くから狙うんだ。ウェイスマン、ダンチョイ、てか、この雨。雨降るとは思わない。わ、すごい、綺麗。すごい。あっちも行けるのかな、ね、帰ろうとしてるよね。ね、バッパビサクサナピダピダ。よ、なんかちょっとずれてる。大丈夫、大丈夫、うん、すごーい。キリン一人だけなんだね。うん、そうだよね、なんか今だけっぽいよね、うん、明るくなってるもん、うん、今だけっぽいよ。もうちょっとなんか上あるところで休憩してくれればよかったのに、うん、ね、決まってんのかな、ここどこで止まるみたいな。あ、それかここで時間調整みたいな。雨に濡れたくないのかな。ね。そうだよね。なんか右側に落ちてる感じするよね。あれ、そうでない？大丈夫かな。絶対ずれてるよね、右側の方に。そうなのかな。Iya. Iya. 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 I
なんだっけ、気になることってか。ああ、そういうことか。 そうだ、なんか日本語の説明もあるって言ってたよね。書いてあった。この時間帯に乗れば。え、でも絶対右側に落ちてるって。ほら、だってこれお父さん真ん中だよ。大丈夫かな。 やられたね。絶対やられた、これ。10時じゃない方がよかったぐらい。そう。でもね、楽しいのは先に行ったからね。後で何が起こるか分かんない。うんうんうん。 なんで？なんか8だと傘って音がしないんだって。あ、そうなの？今6だから私。うん。ちょっと。そっか。次書いたらもっと上があるでしょ。そうそう、8、10、7、8と10でしょ。うん。なんか9がないんだね。うん。9が出るのかな。なんでだろう。 草持って歩いてる。本当だ。持って帰って食べるんだね。 これ楽しい。 乗ってた時だけ雨降ってるよね。うん。<笑>もう手引いてってるからね。<笑>すごいな、サンドした。 友達がタイで乗ってた象、うん、子供だったもんね。その象使いの人が。そうなんだ。小学校5年生とかって書いて。
その時本当になんか事故があってすぐだったから、そんなことありえないけどと思いながら、そんなこにコントロールさせるってことだよね。ええ、8人も大変だ。本当だ。何頭いるんだろう全部で。 絶対バニャって言うよ。結構大変なんだね、この下りって。なんかよくさテレビでさ川から上がれない構造とか見るけどさ、多分そういう体の構造なんだろうね。足短いしね。こんな下りで大変そうだもん。 私どんどんテロさんの方に寄ってってるんだよ。大丈夫、全然。多分このお父さんも大変だと思うよ。みんなこんなんなの。絶対子供大変だよね。さっき普通に喋りながら歩いてなかった。すごいこれ。 かご、かご絶対右かごに乗ってるよね。絶対落ちこかってるんだよ。あそこに鼻を置いたら休憩できるんだね。やっぱ重たいんだよね鼻も。あ、そういうことか。ルビアドさんな。 ルビアド。どこ行くの？メガンバンゲルビ。あ、10分コースなのかな。なんか10分のコースと30分のコースって違うでしょ。うんうん。